福島県二本松市にある同胞幼稚園。ここで先月、民間団体による甲状腺検査が行われました。二本松市では去年夏から秋にかけて福島県による甲状腺検査が実施されていますが、検査に不安を感じる保護者が多かったためです。お母さん、この幼稚園を経営している佐々木瑠璃さん、3歳から24歳までの5人の子供がいます。今回はそのうち2人が受診。3歳の受診くんが福島県の検査とは異なる結果となりました。さ、これ県のやつはさ、これ A1 です。受診昨日やったやつがこっちです。受診くんだけでなく、今回検査を受けた約200人のうちかなりの割合で県の検査とは異なる診断結果が出ています。でも私、受診のあの10秒じゃ絶対探せるはずないなと思ったんです。あ、10秒だったの？そう、もう中から1,2,3,4ってやって、で10秒で、はい、おしまい、お利口さんでしたで終わったの。あ、そだから、今回はちゃんとやったの？今回はちゃんとやったの。ちゃんとして、で見せて、ちゃんとしてちゃんとやったら見つかったんだけどさ。福島県民健康管理調査の甲状腺検査。チェルノブイリ原発事故後、小児甲状腺がんが急増したため、日本でも原発事故後2011年の10月から福島県立医科大学が中心となって甲状腺の超音波検査を行っています。検査対象は原発事故当時福島に住んでいた18歳未満の子ども36万人。毎日5つの検査チームを編成し、1日あたり700人から900人の検査をしています。しかし効率化が優先された結果、スピードアップのために観察項目が省略されたり、資格のない医師がかき集められる事態となっています。ちょうど1年前、県立医大の甲状腺専門委員会ではこんな議論がなされていました。こちらからの検査を多く出せなくて申し訳ないと思っている。検査の人数がギリギリで現場が綱当たり状態ということもあり、できれば県民健康管理センターで検査のスタッフを揃えていただければと思っている。センター発足以来の課題だ。技師については公募をかけ続けている。今はセンターに3人の技師がいるが、常時検査を行っているのは3人のうち1人という状態である。技師が集まったとしても医師を毎日1名ずつ各科から出そうということになっている。各科において資格がないが超音波検査を行っている者に経験を積ませるようにして検査を増やすようにしている。毎日各科から1名というのは現在の5班編成での検査に対して少ないのではないか。今は福島市で行っているので午後から手伝う、急に明日1名出すという対応が可能であるが、今後県内の遠い場所になった場合にはそういう対応ができない。当初こちらから1日 4,5 名出せないかという話をいただいたが、付属病院としての業務を補っていただくような体制があれば可能とお答えしたが、そのような体制は確立できなかった。ただそのくらいの安定的なマンパワーがなければ中長期的には難しいと思う。ちょうど同じ時間、医大の理事長室ではこうした事態に対し対策が話し合われていました。甲状腺検査については今後必ず誤診が出ると考えている。その際の賠償の問題が生じる。現状では個人の損害賠償保険しかない状態であるが、本来は医大が責任を持つべき問題だと思う。個人が訴えられないように対応をお願いしたい。甲状腺検査の賠償責任保険は個人で加入されているのとは別に入っていただくことにしたい。組織として加入する保険料については県が負担をするのか？県民健康管理センターの予算で支払うことになると思われる。また
県民健康管理センターにはリーガル部門が必要であるので体制づくりを検討している。後日、県との合意によって保険料は税金による基金で賄うことになりました。現在、大学健康管理センター関係で加入している日本興和損害保険は支払い限度額一時効1億円、1年間で3億円のもの、莫大な損害賠償金に対応できるように支払い限度額の上限を上げ一時効2億円、1年間6億円としたいと思っています。現在この条件で対応できる保険会社は東京海上日動火災保険と三井住友海上火災保険となっています。医師の保険は損保ジャパンが始めたが損保ジャパンは入っていないな。各社が持っている保険商品で対応できるのは資料に掲載の会社だけです。いつから保険が適用になるのか。すでに適用になっています。皆さんに周知してほしい。了解。甲状腺部門でもアナウンスしてほしい。了解。これはアワープラネット TV が入手した内部文書です。甲状腺検査で誤診した場合の医療訴訟から医師を保護することを目的とした保険で、保険金の支払い限度額は最終的に10億円という莫大な金額に設定されていました。保険さえ入っておけばその医師を医療裁判から守れるという発想自体がおかしいですね。誤診があったからといって、重大な健康被害に 100% つながるとは限りませんね。医療裁判になるような場合っていうのは重大な健康被害や生命侵害があったときに初めて検討されるわけです。例えば甲状腺がんを見落としてがんが発生して亡くなると、あるいはがんが発生して大変な闘病生活を強いられると、そういう状況になって初めてあの時の診断が正しく、しかも私たちに伝わっていればもっと早くその検診なり治療なり始められたのにということが問題になるわけですよね。もし、その裁判を起こされることがに恐れがあるのであれば、患者さんやその、被災者の人たちに正確な情報を予防原則に従って提供するということなしに、住民の人たちが納得することはないと思います。絶対に、放射能の影響はないというようなことを言うことがかえって責任追及や裁判を誘発することになると思いますね。この前のやつはこれなんかよく昨日もう一回よく見てみたら 5.5 じゃなかったですね。 5ミリだったか。佐々木香織さん、小学校3年生になる息子の徳馬くんは県の検査で20ミリ以下の嚢胞がある A2 判定でした。しかし今回の検査では A2 判定と B 判定の境界にあたる5ミリの結節があると診断されました。5ミリのやつが今度左側、なんかじゃ全然違うんですね。やっぱり2年とかじゃちょっとね、空きすぎかなってすごく不安ですよね。2年ではちょっとやっぱ半年に1回は半年もう半年後にしっかり行かなきゃなっていう感じは しますよね。で、結構これだけね、これだけだったら この前との比較とかもね、2年後にやったとしてもね、分かんないし、やっぱりこういう写真をもらってサイズとかもちゃんとこう書いてもらわないと比較はしようないですよね。佐々木さんは以前、県の検査結果が心配でセカンドオピニオンを受けようとしましたが断念した経験があります。実家帰った時にお正月ぐらいに予約をしたんですよ。その甲状腺の専門の先生のところに探して電話したんですけど、なんかやっぱりその全国的にその県立あの山下先生の話が回ってるのかなんだか分かんないですけど、その山下先生の名前を出されて、あの山下先生がこうおっしゃってて、なんか大丈夫ですみたいなことをすごいその先生に言われて、で千葉の先生なのにまさかみたいな感じだったんだけど、でだから絶対大丈夫ですけど、もうやりたければやってあげますみたいに言われて、なんか行く気失せてで行かなかったんです。なんかだからすごいなと思って、そのなんか圧力レベルっていうか。県の検査を受けていれば2年間は心配いらない、そう繰り返し説明してきた福島県立医大。
2012年1月には日本甲状腺学会の会員などに対し、保護者から問い合わせがあっても診察しないよう通知していました。その後、批判を受けて撤回したものの、今でも子どもたちが甲状腺検査を受けにくい状況が続いています。二本松市にある浪江町の仮設住宅、対馬地区にあった診療所が開設されています。原発事故後、十分に情報が与えられなかった浪江町では、8000人もの住民が放射線量の高い対馬地区に避難しました。このため、町は住民が安心できるよう、県とは別に独自の甲状腺検査を実施しています。対象となるのは、40歳以下のすべての住民です。渡辺さんも15日まで対馬にいたんだな。はい。はい、みんなはなし、うん、OK、何もなしだ。ここでやる検査はせいぜい10人か10人ちょっとぐらいですから、いちいちここで先ほど検査したようにお母さんをここに呼んで、そしてこの画像を見せながら、これが器官ですよ、これが右の甲状腺、これが左の甲状腺ですよ、それで検査の結果はもうすぐ終わった時点でもうプリントアウトして渡しますので、大体安心して帰っていただけるんですけど、大学病院みたいにね、機械的に検査をして通帳をただ発行するよりも、検査する期間がいっぱい増えれば、その検査する人たちも減りますからね。そうすると検査する時にお母さんを入れて実際にやってるところをお見せして説明して安心しても帰ってもらえるということがどんどんできるようになるわけですよね。普段腹部の超音波とかなんかを やられてる先生方とかなんかはもう超音波の技術を優れてますから、ですからこの一つの単一の臓器のあれを出してそれを診断するということはもうちょっとした経験があればもうできてくると思うんですよね。まあこれがどんどん増えていくことは非常にいいことだし、その初めての先生が結局その甲状腺のエコー検査を覚えてやるということはできます、簡単に。二本松の鈴木真紀子さんはこれまでに県の検査のほか2度にわたって別の医療機関で甲状腺の検査をしています。画像データとその詳細結果は一応ついてきたんですけど、また県の検査データを入手するため福島県に個人情報の開示請求を行いました。だって誰に検査されてるのかもわからないし、ドクターなのか技師なのかもわからないし、うん、説明もないし時間も短いっていうことで、親の気持ちっていうかね、本当に子どもの健康を考えてくれてる検査ではこれはないなとっていうのはすごく剣道はね、はい、思います。息子が自分でもうタバコ吸って酒飲んで高カロリーのものを食べてね、自分で不健康して早死にするのは構わないですけど、この放射線ね、福島第一原発の事故のせいで早死にはしてほしくないんですね。普通に天寿を全うしてほしいから、自分の目ではもう見れない、ね、年になった時に普通に、まあね、人間だからいつかは病気になって、ね、亡くなりますけど、この原発と関係なく命を終わってほしいと思うから今頑張るしかない。死亡や重度障害に至るような誤診の可能性を認識しながら、能力以上の検査を抱え込んできた福島医大。アワープラネット TV は再三取材を申し込んできましたが、2ヶ月経ってもまだ実現していません。